俺逆にゲストで行くことがあんまないから。そうですよね。ゲスト下手っつってましたよ、ね。そう、俺ゲスト超下手。いや、下手じゃない。いや、下手。うまい下手とかやっぱあるんすかね。うまい下手あるって。うまい下手ある。ゲストのうまい人ってどんな感じなんですか。例えば、鷲崎さんが今 MC やってるじゃないですか。うん、こうゲストで、あ、こいつはゲストとしてやりやすいっていうのあるんすかね。ね、うまいとかね、下手って言うと皆さん、あ、なるほど、あいつのことやなって思う。やめてね。やめてね。一つバーンって聞くやんか。はいはいはい。そしたらもう全部告知まで含めて戻ってくる人。ああ、それはできるようでダメなんですね。そうなんです。違うやん。それは、こういう1、1、2、2、3、3の会話の中で、そこまで行くやん、任せてよって思うんですけども、1ポーンって来たら、最近どうなんて来た。そうなんですよ、最近ちょっとこういうアルバムを出しましてねっていきなりやられたら、それはちょっと、情緒がないというか。でも、それは、ゲストに慣れてる僕から言わせますと、鷲崎さんは、そういうできる方やから、僕はもう本当に安心して、もう何にも、台本も見ずに何もこうやってやってられるんですけど、MC でやってるんですけど、あんまり言ってくれない人もいるんですよ。僕のことを、なんか、聞いてくれない人っていうのが存在してます、ね。そういや、いるんですよ。誰誰とは、そんなに、まあ、誰とか言う、いないですけど、いない。今、架空の話を。架空の、まあ、ユニコーンみたいな。ユニコーンの話を。ユニコーンペガサスの話ですけど。ケルベロスの話をしてるけども。まあ、そういう方も、いらっしゃるんじゃないかな。ケルベロラジオに。はい。ケルベロラジオに行った時は。ケルベロラジオ行った時ね。何でもまあ、つって。特に仮面も触れずにみたいなことも、まああるんですよ。マジで、うん、ああ、そうか。それはちょっとおじさんが言い過ぎたかもしれへん。僕、ラジオなのに仮面してるんですよ、みたいなアピールしてる。映像のないラジオでね。あれもそれも言ってくれへんのかな、みたいな。はずーって。いやもう、はずーって。俺なんか寒いかなと思って、こう、やった方がいいかなって。かわいそう。でまあそういう経験を経てるからこそ、言わなきゃいけないっていう、そうなっちゃう人がいたんじゃないですかね。そうなのかもね。はい、それはちょっと こっちが、思いあぐねて、あげられなかったかもしれない。ちょっと傲慢になりすぎたところかも。俺ちょっと、アントワネってた。そうですよ。おー、そうか。だからまあそういう経験を経たからこそ、ゲストが下手になってしまうこともあるのかなって僕はちょっと想像しました。なるほどね、はい。そう、でも俺はゲストに行った時に、はい、なんかね、そうやね。なんか、鷲崎さんの方が回しちゃったりして、みたいに書かれるやんか。はいはいはい、はいね。でもそれやったらあかんやん。ね、そうですよね。最悪やん、僕ね、鷲崎さんがゲストで出てる時何回かご一緒させてもらったことあるんですけど、昔川田真美さんと僕番組やってた時とか、でもやっぱりそういう方向にやったら、僕ら的にはしてしまいます、ね。そう、だからそっちから振りがあったらできるけど。はいはいはい。まあ、1ヶ月勝手にね。急にね。そうですよ、ね。さあ、というわけでございまして。僕、ゲストで来たわけでございますけど、何からそんなことされたら僕もう凹んで帰るしかないし。まずは天気の話からほんであれでしょ、引き出し何もないとこから全部いけるでしょ最後まで。バーガーキングの話とか勝手に持ってくるじゃないですか。そうやね。それをされると僕は凹んで帰るしかないんですよ。そうやね。俺だから最悪。ほんまに。そういう意味でゲスト最悪。そう、俺ゲスト下手。最悪やね。だからもう黙るしかないで。いや、だから、ちゃちゃ入れるしかないで。